グレゴワール・カイバンダ。グレゴワール・カイバンダは、ルワンダの政治家である。フッツ族である。同国大統領、ルワンダイコール、ウルンディ自治政府首長を歴任した。1973年に、クーデターにより、失脚、軍事法廷で、死刑判決を受けたが、その後限定され、軟禁状態に置かれた。最後に和菓子させられたらしい。1924年に生まれた。 父親は、今後出身の死、母親がフッツだったと言われている、ニャキバンダ、ニャキバンダ、ブタレの西にある町の名前で、神学校生になり、卒業後、木狩りの倉瀬学院で小学校教師の職を得た。ここで、1948年から1952年まで、教員を務めた。この間の1950年に、ベルギーのキリスト教社会党との関係で、 ベルギーに渡航した。1952年に株外の神学校に戻り、新聞エルアミの編集に携わったエルアミには、1952年から1956年まで関係した。また、ベルギー今後友好協会で秘書になった。その後、スイス人でカトリックのルワンダ教区大司教ペロガンの個人秘書になり、1955年に、 一般信徒のままでキニアマテカの編集に、翌1956年には主筆になった同年12月に、教会はトラフィプローという共同体を作り、カイバンダはその理事会の代表になった。翌1957年6月キニアマテカの編集と、トラフィプローの代表を基礎にして、カイバンダは、普通社会運動という文化団体を作り普通運動に、 乗り出した同年には、カイバンダはベルギーへ再渡航し、1958年から1959年まで、カトリック教会の招きで、ブルッセルに滞在、ジャーナリズムを学んだ。ルワンダのベルギーからの独立運動に参加し、頭角を表す。多数派仏族として、少数派地族の王政に反発し、政治家へ転向。1959年10月9日、 フッツ解放運動党を結成した1961年1月28日、カイバンダは3125人のブルグメストルと地方自治体の議員をギタラマに集め緊急集会を開き、発生投票によって民主的主権国家ルワンダ共和国の樹立を宣言した。これは合法的なクーデターだと言われている。1962年7月1日、 ルワンダは正式に独立した独立後のルワンダは形式上は多党制の民主主義国家であったしかし実質的にはパルメフツによる一党独裁制の人種差別国家だった。同年の大統領選でカイバンダは大統領に当選した。カイバンダは意図的に人前に現れず権威主義的で秘密主義的な態度をとった。これは ルワンダ独立以前のムワミと同じ政治手法にのっとっている。カイバンダは行政の再開レベルの任命や指名に至るまで全てを自分の責任で言った。カイバンダはギタラマの忍者とあだ名されたように少なくとも大統領就任当初は強欲から遠藤医政治家だったことは確かである。海外渡航の経験はほとんどなくよれよれの服を着ており、 次当てをした靴を履き、国内を回る時には高級車ではなく、フォルクスワーゲンに乗るなど、およそ大統領のイメージとはほど遠い。この点に関しては、ハットリマサヤが、著書、ルワンダ国立銀行総裁日記内に、カイバンダが精錬であったと書いたことと一致するしかし、同著内で、ハットリがカイバンダを高評価しているのとは、実態が異なり、カイバンダが土に対して取った政策。 特に政治関係の政策は過酷なものだった。海番ダの取った政策は、存在自体は感除するが、土は市民生活の空間に閉じ込め、政治的空間、行政のようから排除するというものだった。ルワンダ大虐殺事件直後の論調は、ハビアリマナ政権の独裁性、土に対する差別性を非難するものが多かったが、その後の研究では、むしろ、 ハビアリマナ政権の方が国内優和を尊重しており、カイバンダ政権の方が民族差別がひどかったと考える研究が増えている。独立後、カイバンダは割当制度の導入を指示した。割当制度とは、フッツ対土の人口比に応じて政府、高等学校、高等教育機関において、ポスト、学生数の構成比を固定する制度のことである。 この制度の導入によって、公式上の数字としては、土は政府、高等学校、高等教育機関において10から20%程度に制限された。ただ、割り当て制度は、海番田政権だけでなくその後のハブヤリマナ政権でも維持されたが、実際には遵守されていなかった。1970年代初頭の例で言うと、高校や大学での教師、学生の約半数は、 土だった。1960年代中期から後半の数字では大学生の90%近くが土だった。その他ではカトリックの司祭は土の割合が圧倒的に高かったし、私、企業においても土の成功者が多かった。しかし、この制度によって高等教育を受けられるようになったふつの数が急増したことは確かである。皮肉なことに、 フッツの学生が急増したことが、後年帰って、海湾田の政治的安定を損なわせる原因になった。1963年のボゲセラ侵攻以前まで、海湾田が土に対して比較的融和的だったことは事実である。例えば、1960年の地方選挙で、パルメフッツは対象したにもかかわらず、土を入閣させた土を入閣させた理由は、 1962年2月8日に国連の中介で結ばれたニューヨーク協定によってルワンダ国民連合に対して閣僚ポストを2つ用意することが約束されたからである。土の閣僚は保健省と牧畜省として入閣したしかし、これは独立後の移行期間におけるアメとムチの政策の一環であり、最終的な目標はパルメフツによる支配にあった。パルメフツは あらゆる手段を使って地方を固めていった。1959年に発生した万世節の騒乱や1959年の社会革命によって多くの土がルワンダから周辺国に難民となって流出した。以後も断続的に発生した土に対する虐殺事件により土の難民の流出は止まらなかった。これらの土難民の中に 武力によってルワンダへの帰還を強行しようと考えたグループが芽生えた。この強行派グループがイニエンジである。イニエンジは遅くとも1960年末から小規模なテロ活動をルワンダ国内で始めるようになった。イニエンジが起こした武力攻撃の中で最大規模だったのが1963年11月14日と12月21日に ブルンジの難民キャンプから越境して仕掛けたブゲセラ侵攻であるこれにより、カイバンダは一時、政権崩壊の瀬戸際まで追い詰められ、ベルギー軍の助けを借りて辛くもイニエンジを撃退した。この攻撃の後、カイバンダは、急速に暴力的な土抑圧の政策を取るよう、なった。カイバンダは、ルワンダ国内の土の政党を、アナーとルワンダ民主連合を潰し、 土の政治指導者を殺害し始めた同時に、普ツの反体制派も粛清した。逮捕された者の,の大半は殺害され、釈放された者の,の数は少ない。レイダーの元党首、プロスパーブ・ワーナクーエリラ、まだ、ルワンダ国内に残って活動していた、土の政治家たちは全員処刑された。政治家ばかりではなく、土の市民も被害をこむった。カイワンダは大臣を集め、 地方レベルで時系委員会を設置するように求めた。その後大臣たちは知事、副知事、市長に会い委員会を設置するように求め、地方レベルでの時系委員会が作られた全国で検問が作られ見張りが常駐するようになり、政府の役人は国民に対してラジオ放送で土のテロリストたちに対して防衛するよう求める談話を放送した。ブゲセラ進行時に イニエンジとは、無関係の土で殺害された者の,の死者数に関しては、大きな幅があり、確定的な数字はない。1990年のルワンダ内戦以前は、750人から5000人と推定されていた一方、1994年のルワンダ大虐殺後になると推計値が大きく増大し、1万人から2万人に膨れ上がった最も被害の大きかった、ギコンゴロケンだけで、 5000人から8000人、1万人という推計もある。これらの虐殺事件は、狩りの中央政府の指示の下で行われたものというよりも、農村部で発生した暴動事件の性格が強かったようである。政府軍が存在せず、従って中央政府の統制が弱い地域で虐殺事件が発生しており、民兵が農村部でフッツを先導して土の殺害を主導したことが、 当時の国連事務総長特別代表の報告書の中に書かれている。1964年までに土の政治指導者たちを粛清してしまった後、海ンダは別の政党である大衆社会促進同盟の排除に手をつけた。理由はアプロローマが土に対して優和的で土の市民を登用していたからである。エイプリソマの活動家は主に 中央南部のブテラと南西部のキニャガ出身のものからなっており、このうちキニャガは歴史的な理由から父の影響力の強い地域だった。カイバンダは自身の出身地であるギタラマの人間を徴用しその他の地域出身者を排除していったが、ルワンダ南部出身者が悩みの種でその結束の強かったのがエイプレスマであり、それを潰すことが狙いだった。エイプリソマは フッツがリーダーの政党だったため潰されることはなかったが、1964年から1967年にかけてゆっくりと時間をかけて政治的空間や行政の主要部から排除されていった。カイバンダは司法からもエイプリソマを排除した。ルワンダの憲法には司法の独立が明記されているにもかかわらず、カイバンダはエイプリソマ出身の最高裁判所長官。 税マナをを政府との不一致を理由にして罷免してている1961年制定のルワンダ憲法では国家元首として大統領を置き行政の長であることが定められ青年による普通直接選挙によって比較多数で選出されることになっていた大統領に対して議会は5分の2以上の賛成で不信任動議が提出でき5分の4以上の指示が あれば同義は可決できた。一方、大統領の側に議会の解散権は与えられていなかった。このように憲法上は立法府の権限の方が強いシステムになっていたが、実態は逆で議会の活動は次第に低下し、大統領とその少数の側近に権力が集中していった。1965年、1969年の大統領選挙で、 海バンダは共に再選されているが、共に候補は海バンダ一人だった得票率はそれぞれ98.0%、99.6%である。一方、議会の活動は次第に停滞していった。数少ないが、議会は海バンダを含めた行政側の不正の追求を試みたことがある。例えば、1968年。 開発予算の不正仕様に橋を発して議会に調査委員会が設けられ、会番だを、はじめ多くの政治家の行動が問題視された。報告書が公表されたが大統領側近の議員が猛反発し、報告書は政府転覆を図るものであり、虚偽の内容を含むと主張して、国民議会に報告書を否定する決議案を提出、賛成30、反対例。 危険銃で採決された。危険者の中には、ルワンダ初代大統領のムボニュムトゥワラ大物議員が、含まれていたが、次期選挙時に公認を取り消されるなどの圧力を受け、党から追放されていった。この事件以降、カイバンダを中心として、ムリンダ・ハビや、ムバルブケエらのギタラマの小グループが権力を確立させた。1960年代後半の時期は、イニエンジによる、 ヘロ活動が弱まりつつあり、海番田政権による土の殺害が大規模には起こらなかった時期である。その一方で、物資の不足は深刻で、世界最貧国の一つのままであり、検閲のため自由な発言はできず、エリート層ですら息苦しい空気を感じるようになり始めた。1960年代半ばまでには、フッツの若者の不満も高まりつつあった。 貧乏のため初等教育すら終えられないふツは多数おり、また大学を卒業しても失業したままの学生も増え出していた一般市民生活の中でふツが主要な地位を占めていないという批判が次第に高まっていった。特に教育と雇用の分野に対する政府批判が強かった。その圧力の結果の一つが1966年8月に制定された法律で効律 私立を問わず、教育機関に対して政府の介入を強めるものだった。1970年代に入ると、海番田は求心力を失い始めた。1972年から1973年になると、海番田は自身の権力の衰えを自覚するようになった1972年半ばになると、海番田は 次第に政府所有の応急の中に陰遁するようになり出した。1972年の5月から6月にかけて、隣国のブルンジ共和国で土によるフッツの大規模な虐殺事件が発生し、フツ難民がルワンダへ押し寄せた。ルワンダ国内の特にフッツのエリート層では、怒りや不穏な動きが広がっていった。これが原因となって、1972年から翌年にかけて、 ルワンダで騒乱が発生した。この動乱には、複数の見解がある一つは、ルワンダでの混乱は、カイワンダが、自身の権力維持のために意図的に起こしたものである、という見解である。ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、2002アエルメルバーン、カンスピレイ・ツー・マーダー、バーソ、2006に、後者は、エム・マメダニー、ウェン・ビクティムズ・ビカムズ・キラーズ、プリンストン・ユニバーシティ・プレス、 2001に見られる。見解の相違にかかわらず、事実として起こったことは、以下のようなものである。政府は1972年10月から翌1973年の2月に、かけて、監視委員会を設けて、大学、公務員だけでなく、民間企業でも、割当制度が正しく実行されているかをチェック、し始めた、監視委員会で最も熱心だったのは、高等教育を受けたフッツで、 土を追い出すことで代わりに良い仕事にありつけることを期待してのことだった。一方、民間側では土に対する攻撃が始まったのは1973年に1月のことで最初に始めたのは国立部レ大学のフッツの学生である学生たちは出所不明の今まで聞いたことのなかった公安委員会あるいは学生運動委員会名義の署名があるブラックリストを掲示板に貼り出し 名指しで、土の学生の排除を始めた。非難された者の中には、土と結婚した、ッつの子供や土に融和的な人物も含まれていた。これが原因で、二百人の土が大学を辞めざるを得なく、なった。反土運動は、国立舞台大学から、国立教育大学、高校へと拡大していった。さらに大学から、銀行、半官半民の企業、私企業、 果ては、大使館にも土を攻撃したリストの張り出しは、広がっていった。いずれにしても、この騒乱が、海ン田にとって、致命的な事件になったことに変わりはない。それは、当初、土の排除運動から始まったものが、次第に、二つ間の利権争いに転化していったからである主に、北部出身と南部出身の政治家間での争いになった。さらには、仏同士でも、 貧富の差をめぐって、腐敗や失業の問題の争いに発展していった。一方、政府の反応は鈍かった。事態が深刻化してから数週間、政府は何の対策も取らなかった。その後、政府はようやく動いたものの、やったことは学生に対して、節度を持って抗議行動を取るように警告しただけだった。その後、法を犯した学生は排除すると声明。 混乱を引き起こそうとする反政府活動グループに対して警告を出すなどした後、ようやく人種を理由に個人を差別することは容認しないと、声明する程度の反応しか示さなかった1973年の土排斥運動で大規模な土の虐殺事件が起こったのかどうかは不明である。農村部で発生したという証言もあれば、なかったとの当時の研究もあり、よくわからない。 しかし、再び大量の土難民が周辺国に流入したことは事実である。1959年、1960年代、そして今度の1973年に発生した土難民とその子供たち、特にウガンダに流出したものが後のルワンダ愛国戦線の核となった。1970年代に入って求心力を失い始めた カイバンダは1973年の独立記念式典で自身に対して公然とした不満を表明されるまでになっていた。それからわずか4日後の7月5日、ハビアリマナ国防省、参謀総長と10名の将校がクーデターを決行、カイバンダは失脚した。この時政府をコントロールしたのは10人の軍事官僚からなる国民和解統一委員会であるハビアリマナの 公式声明では、クーデターは、国内の暴力を収束させるために起こしたものということになっているが、一方で、ハビアリマネラは、海番だ政権の不安定化のために、暴力事件を起こし、暴力を停止させるためにクーデターを起こしたという、口実を使って、権力を奪ったという主張の論もあり、議論の残るところである。クーデターにより暴力は、急速に収束したので、ビジネス界、 感慨、仏、土に関わらず、この事件に関わりのあった者はこのクーデターを歓迎した、土の中でもこのクーデターを歓迎する声は多かった。なお、古い文献だけでなく21世紀に入っても、1973年のクーデターは無欠だったと書くものがあるが、以下に見るように間違いである。海湾田は、数人の共謀者と共に逮捕、反逆罪を理由に、 軍事裁判にかけられ他の7人のカイバンダ政権のメンバーと共に死刑判決を受けた。なお、カイバンダは後に終身刑へ減刑された。このクーデターにより1974年に処刑が行われた。殺害された人数については若干の幅がある。エース・ストラウス・ザ・オーダー・オブ・ジェノサイド 2006P191 では55人程度の処刑、エルメル・バーン。 カンスピールシツーマーダー、P11 では、全政権に近い官僚、弁護士、ビジネスマンが殺されたものの大部分で、その人数は55人と推定される。逮捕、投獄後に、毒殺や撲殺され、家族には金を握らせて口外しないように口止めした、とある。カイバンダは、ギタラマ県の株務に軟禁され、1976年に、死んだ。 カイバンダの死因は、おそらくガシだという。ハビア・リマナが殺害を避けカイバンダをガシさせたのは、前大統領の血が流れれば、自分に害をなすだろうと、迷信的に信じていたためだという。ハットリ・マサヤは、著書、ルワンダ中央銀行総裁日記の中で、カイバンダ大統領の夫人も、ハビア・リマナ大統領の夫人も、土族であると書いている。ただし、 その情報の出所は書かれておらず不明である。なお、はっとりのこの文章のうち少なくとも、ハビアリマナ大統領夫人が土である、という言明は誤りであるとみられる。一方で、カイバンダ政権下においては、植民地時代に広がったハム仮説、土を外来の征服民族とする仮説を根拠に、土を排除する政策が取られた。カイバンダの反土感情は、 いくつかの談話の中に残されている。例えば、1963年3月11日に発表されたメッセージは次のようなものである。お前たちの中には民主的なルワンダで平和に暮らしているお前たちの兄弟に害をなしている者がいる。中略お前たちが武力で気狩りを奪取したとしてみよう。お前たちが最初の犠牲者になるであろう。混乱が。 どれほどのものになると押しかるつもりだろうか。重力それは、土という人種の完全な終わりになるであろう。さらに一年後に発表された談話では、土が再び政治的権力を手に入れようとするならば、土という人種はすべて消滅するであろう。と述べられている。1965年から1971年にかけて、カイバンダ政権の下、ルワンダで中央銀行総裁を務めた。 服部雅也は、次女、ルワンダ中央銀行総裁日記において、カイバンダを誠実な農民政治家として、好意的に記している。一例として、1965年の経済政策の方針に関する議論の中で、服部に、ルワンダの将来像をどのようにしたいか、と問われたカイバンダは、以下のように回答したとしている。また、政権末期に不正が見られたことについても、 親族などの取り巻きがその地位を乱用して行っており、大統領自身は依然清廉であったと評している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。